日韓基本条約、ならびに請求権協定というもので、完全かつ最終的に解決された、うん、もうバカみたいな、この繰り返しみたいに政府は、このオウムみたいにこればっかり言ってますけどもね、これは世界のスタンダードでそんなのは通用しません、まあ、これは日本は条約批准していないので、直ちにこの条約に、えー、基づくことはあり、基づく必要はありませんけども、人道に対する罪というものは、時効は適用されないというものが、まあ、今や世界のスタンダードです。 ですからイギリスもです、ね、過去の植民地時代での暴行、暴行陵虐事件についてですね、賠償するとか言ってるわけですね。韓国の言ってること、韓国の外交戦力はここなんですよ。要は日本のやった慰安婦問題というものは、日韓基本条約や並びに請求権協定では解決されないような、まあ、その人道に対する罪なんだということを世界各国に訴えてるわけです。だからヨーロッパなんかもそっちに今、なびいちゃってるわけですね。ホロコーストと同じ問題だったらこんなのは賠償せ 賠償選挙のあのチャラの問題でですね、条約でチャラになんかできませんよと、ホロコーストはそうですね、あれはもう未来永劫、あの責任は追及していくということをドイツは宣言してですね、世界各国もそういうふうに動いてる、そこと同じように位置づけられてしまったら、日本と韓国の1965年の条約だけで、最終的かつ、その完全に解決されたなんていう日本の言い分は通らないわけです。だから、しっかり世界に向けて言うことはですね、この慰安婦問題、非常にこれは不幸な歴史であった。 筆舌に尽くしがたいね、そういう苦しい環境を、その慰安婦の方々に味わわさせてしまった、これはあってはならないことだ、これを前提に、でも、でもですよ、過去の戦場のせいの問題としてですね、世界各国共通に抱えていた問題であって、日本だけが人道に対する罪としてですね、条約、まあ、賠償請求権、賠償請求権をです、ね、全部なしにしようという条約で解決したということ。 これをね、否定されるような問題ではないですよという、こういうロジックで、僕はきちっと迫っていかなければいけないという思いがありまして、まあ、この点につきましては、ぜひ維新の会の歴史検証プロジェクトチームでですね、国家,の国家として、えー、その国家組織としてですね、人身,人身売買、拉致、えー、そういうものをやったわけではない、いわゆるホロコーストと同じような問題ではないということはですね、はっきりさせていかなきゃいけないのではないかと思っております。まあ、こういう問題になりますとね、それは逆風吹きますよ。 だとすら朝日新聞や毎日新聞やその他のメディアが大キャンペーンを張って、とにかく日本の特有問題としてずっと報道されてきたわけです、僕らも教育でそんなこと受けていませんし、やっと教科書でこれからそのいろんな、あ,あれですか、教科書の,あの基準ですか、あれが改定されるなんていう話になってますけど、僕ら慰安婦問題なんか勉強したことありませんから、ほら朝日新聞や毎日新聞やメディアが言ってたら、その通り、そうなのかなと思ってしまいますね。ね やっぱりこういうことをしっかりと国民に説いていくのが政治家の役割ではないかと思っています。